うん、まあ入院船長とか一番役に立つから、そうするとやっぱり1匹か2匹ぐらい転びよったんですよね。ああ、それで金額的にほら違うとしたさんの、こういうあれでほら愛して下にもせんし、それは飲ますればほら早く取ってよかぞっていう話からなったんです。どんとい走るから言ったんですよ。わからんもんだけん。3ヶ月とかもうそうしてほら匂いがやっぱ戦後なんでしょ。それでほら自然と、あ、やっぱじっと横っぽいねと思って。なんかなん、大分の湯田温泉のとこからもら視察に来られたですもん、市役所から。あ、はい、その時も、ああ、湯田やろ、日本船トンって言わせてんな。昔はあんた子供がこうやって、うん、おっちゃん、こぶた見せてちゃーってから言うて気を取ってこうやって見えるわんだ草かもんの、夜のあっちで俺言いよったんだ。まあ仮にほら一腹で10匹から12匹ぐらい家の方から連れてくるでしょ。子豚ですね、うん、はい、ここにいるでしょ、はい、肉豚マヤに、はい、そうするとやっぱり1匹か2匹ぐらい転びよったんですよね、はい、それがほら全部腹連れ来たとか、ほらあれすれば年間すればやっぱだいぶ転ぶでしょ、はい、それとほら飼ってるほら期間が短くなったでしょ。それでほら今度はマヤがアクティブ、はいはい、早くほら太る問題点ほら早く出荷されるわけです、はい、それでほらマヤが空になったとこんとこ。肉質はほらものすごい良いもんですよ。うちんとほら宮崎となんかの鹿児島なんか南畜ってあるんですの、はい、そこのにほら出荷しようって座って、そこがほら料亭ばっかり全部そのうちんとは行くよ。そうですと、で焼肉用とかしゃぶしゃぶ用や行けんってから言わすもんな。うちはほらおかげでしないんと座ってみか、そんほら困った時までやっぱ薬が嫌ですもんね。あ、飼料にもちろん入ってんので座ってみか。日にちもほら短縮されるわって、餌なんかがほら、おろかえばですね、あ、日にちが、はい、おろかえばですね、違うですもんね。それかける、うんうん、